山本周五郎作、乱。一、秋の日はすでに落ちていた。机に向かって筆を持ったまま物思いにふけていた平三郎は、明かり障子の僧帽と暗くなっていくのに気づいて、筆を置きながら静かに立って窓を開けた。北に面した庭には、目だけの荒れた藪と、まだ若木の杉林が広がっている。その樹下のもやの立ち込めたような暗がりから、障子の開く音に驚いたのだろう。一羽のうずらが荒々しい羽音を立てて飛び立った。すると樹下の暗がりが、一層暗くなるように思えた。そうだ。会って、はっきり言おう。彼は低い声でそうつぶやいた。もう、そうしても早すぎはしない。その時の印象は、ずっと後になるまで、鮮やかに覚えていた。黄昏のうつうつとした杉林も、ひっそりと垂れていた。目だけの羽村も、飛び立ったうずらの荒々しい羽音も、そして独り言のようにつぶやいた自分の低い声も、平三郎はその明くる日、須川幾之助を訪れた。幾之助は庭で蘭の手入れをしていた。爽やかな日光が柔らげた黒月をぬくぬくと温め、やや肌寒い風が、生垣の茨の枯葉を震わせていた。ここの方が話しよい。平三郎はそう思った。幾之助は土まみれの手をこすり合わせながら立ってきた。今年は確かだ。つぼみの月がしっかりしている。一輪はきっと咲かせてみせるよ。話があるんだ。平三郎は友の目を見守りながら言った。いや、このまま聞く耳のない方がいい。実は、マツコさんのことなんだ。そして平三郎は話し出した。できるだけ、言葉や感情を飾らないように、自分の弁護をしないように努めながら。幾之助は黙って聞いていた。彼もいつかはこういう時の来ることを予想していたのだ。瓶のあたりがやや青くなっただけで、思ったほど驚いた様子はなかった。一応相談という形にすべきだが、お互いの中では譲り合いになりそうだ。それでは気持ちが割り切れなくなる。どちらかが苦しまなければならないとしたら、はじめから潔く、はっきりする方がいいと信じた。これだけは、分かってもらいたいと思う。幾之助はうなずいた。そして手の土をはたきながら、静かに空を振り仰いだ。雲の流れる高い空をゆっくりと渡っていく鳥がある。その鳥と雲との距離の秒秒たる深さが、悠然と彼の心に悲しい思いをかきたてた。マツコには俺が伝えようか。幾之助は足元へ目を落としながらこう言った。それとも自分で言うか。自分で言う方がいいと思うけれど、あまり不作法だし、機会もないだろう。やっぱり、良い折を見て底本から話してもらう方が自然ではないだろうか。そうかもしれない。今は風邪気味で寝ているようだから起きたら。二人はそれぞれの気持ちで口をつぐんだ。平三郎は心のよろめきを感じた。すべてを投げ出してしまいたい。自分の言葉を取り消して幾之助に譲りたい。そういう衝動に駆られた。彼はそれに負けなかったが、それ以上そこにいることは耐えられなくなり、
では頼む。と言い置いて別れを告げた。数日の間、彼は力のない目をして、城中でも屋敷でも黙りながら時を過ごした。22になる今日まで、いささかの汚点も残さなかった平三郎との交わりが、吹き来たり、吹き去る風のように脳裏をかすめた。黒沢も須川も同じ老職の家柄だった。二人はその父親たちの交わりを受け継いで、四五歳の頃から行き来するようになった。水と魚、蝶と花、そういうように人々は二人の久しさを例えた。気性もよく似ていた。平三郎の方がいくらか勝ち気だったかもしれない。藩校での成績も揃って群を抜き、12歳の時から5年、一緒に江戸へ行って一緒に昌平校で学んだ。これは主君能登の神正信が二人の太刀と二人の能力を合わせたところに嘱望したからだと言われた。確かにそういう評判が立ってもよいほど正信の二人に対する超は厚かった。口には出さなかったが、このことは幾之助も平三郎も早くから気づいていた。自然日常の居所も心構えも他の青年たちとは違ったし、何を見何を考えるにも藩の将来と結びつけない試しはなかった。しかしやがてこういう濁りのない稀な友情をもってしても、どちらかが傷つかなければ済まぬことが起こった。それは中原松子という娘の登場に始まる。2. 松子は中原良太郎の娘だった。中原は須川家の遠縁にあたるので、良太郎とその妻が愛前後して亡くなるとすぐ、幾之助の父平左衛門が彼女を家に引き取った。不幸な境遇のためだろうが、初めは口数の少ない陰気な子だった。十三子になるまでいつも一人でべそをかいているという風だったが、やがて背丈の伸びるに従って、顔立ちも明るく、身振り、声つきも際立って美しくなった。平三郎と幾之助がその変化に気づいたのは、ほとんど同じ頃である。同時にお互いが引きつけられている感情の深いことも分かった。こういう関係は稀でなく、しばしば愚かしい結果を招く例も知っているので、二人は必要以上に慎み通した。もちろんそういう状態が長く続くものでないこと、いつかは苦しい瞬間に当面しなければならぬということは分かっていた。なぜなら二人はそれほど深く強く松子を愛していたからである。幾之助の心は静まらなかった。平三郎から自分が嫁にもらうと告げられた時は、むしろ心の緊張を解かれたようにさえ思った。全く平静ではなかったにしても、確かに一種の安堵に似た気持ちを感じた。それが時の経つに従って苦痛が強くなり、もう取り返しがつかないという絶望的な悲しさが激しく胸を締め付けるのだった。ことはすでに決定している。どうもがくすべもない。奇跡でも起こらない限り、松子は手の届かぬ存在になってしまうのだ。ああ、幾之助は幾百たび埋めいたことだったろう。ああ。彼が松子にそのことを話したのは、苦痛と絶望に耐えられなくなったからである。その時彼女は病床から起きて初めて髪を上げたところだった。風邪をこじらせて程度の患いなので、やつれるというほどではなかったが、みずみずしく髪を上げているためか、頬から首筋のあたり肌が薄く透き通るようだし、
うるみを帯びた目元や、どこかしら力なげな身ごなしなど、全体に生めかしいほど、ろうたけて見えた。それでなくとも、幾之助は毒を飲むような気持ちでいたが、常にない松子の美しさと、話を聞いた時の匂うような恥じらいなどの品とは、無残なほど、彼を打ちのめした。私には、お返事の申し上げようがございません。彼女はまつげの長い目を伏せ、膝の上で固く両手の指を絡み合わせながら、おののくような声でこう答えた。おじさまやおばさまのおっしゃるように、そしてあなた様のおぼし召し通りにいたしたいと存じます。もちろん否定の色はいささかも見えなかった。すべてが終わった。これ以上は未練だ。心の内でそう自分に言い聞かせながら、しかしおそらく顔は青ざめたことだろう。幾之助は追い立てられるような気持ちでその部屋を出た。あくる日のことだった。城中で昼下の休息に平三郎の詰め所へ行くと、近所番の者が五人ほど集まって何か論じ合っていた。みんな固い表情で険しく目を光らせて膝を突き合わせるような姿勢をしていた。平三郎だけはいつもの端正さを失わず、目を伏せ口を引き結んで彼らの言うことを聞いていたが、入ってきた幾之助を見ると手を挙げて話を止め、少し取り込んでいるから下城の時と言った。幾之助はうなずいてそのまま引き返した。午後からにわかに冷え始めた。少し遅れた平三郎を待って一緒に城を下がってくると、空は薄日になり、頂上と牛重なる四方の山並みの上に雪を思わせるネズミ色の雲が押し付けるようにじっとのしかかっていた。脇屋登録がまたやった。大手門を出るとすぐに平三郎がそう言った。増島三之丞と中原又作を馬場へ呼び出して中まで取り詰めて、中原は腕を折り、三之丞は頭を割られたそうだ。困った。幾之助は黙って眉を潜めた。宝音寺さんから吹き下ろす風は武家町の広い乾いた道に埃を巻き立て、木々の枝に散り残った枯葉を引きちぎっていった。悪いことには若い者の間にだんだん脇屋の勢力が広がっていく。粗暴と郊外がわけもなく壮烈に見える年頃だ。捨てておくと取り返しようのないことになる。確かにあれは将来きっと癌になる。幾之助は低いささやくような声でこう言った。何とかしなければならない。心から半家を思う者はそう考えているだろう。けれどこういう俺自身でさえやはり手をつかねているのだから。脇屋はそれを見通している。刀の塚に手をかけることが自分の存在の強大さだということを、そして人が亡霊に対してたやすく立つものでないということを、彼はそれを根にして伸び上がるんだ。悪はそれ自身でも決して成長しないものだ。だが、と幾之助は言いよどんだ。だが、正しさを守るために払う代価は必ず大きい。したがって支払う時期と方法はよほど確かでなければならない。三、須郷の屋敷は下元禄にある。別れ道へ来た時、平三郎は町屋の方へ足を向けた。まだ何か言い足りないようだった。つま先上がりになっている道を二人は九頭竜川の方へ下っていった。町の軒に黄昏の色が濃くなり、凍るような風が
家々のひさしや木立や枯れた道草をひょうひょうと鳴らしていた。暮れていく光の彼方にぞっとするほど冷たく川の流れの見えるところまで行って二人は元へ引き返した。マツコへは話をした。別れる時幾之助はそう言った。依存はないようだ。平三郎は友の顔を見るに絶えなかったのだろう。脇を向いたままありがとうと言った。幾之助は勤めて脇や登録の問題に考えを集めた。登録は老職の一人脇や七郎右衛門の子である。少年の頃から体は優れてたくましかったが頭は単純でどちらかといえば愚かな方だった。老職の子で体がよくって愚かだという条件はしつけが十分でない限りそれだけで結果は察しがつく。まして七郎右衛門は子に甘かった。愚かな子ほどという親の弱点がむき出しだった。登録は育つに従って親の意向と自分の腕力の値打ちを知った。そしてこの二つのものは自分の愚かさを補う上に権力をさえ与えてくれるということを。では権力を持とうではないか。次第によれば筆頭家老にもなれる身の上だ。登録はそういう欲望にそそられる年齢になった。それは自然、対立するものに気づくきっかけとなる。彼は藩の人望が幾之助と平三郎を結びつけた将来にかかっていることを発見した。彼は生きり立った。彼はまず主家百年のために憤怒の声を上げた。かかる文弱の都に政治を渡しては勝山一般の運命を見るべきのみと叫んだ。それはやがて猛襲のごとき信念となり、彼自ら己を宗師なりと確信させた。何がしかいとやら物々しい決命の旗を上げたのは去る冬のことだった。彼は四風作功という名目を振りかざし、腕力だけで頭のない猿のような単純な若者たちと組んで暴れ出した。従弱者だと言って殴り、決命に加わらぬと言って凌辱した。人々は彼らを避けた。彼らのすることに目をつむった。かかる無知と暴力に対抗することは愚かであると信じて。登録はこういう状態の上、今や底の知れぬ自信を持って呆然と腰を据えた。そして明らかに彼は平三郎と幾之助と正面から挑みかかる規制を示し始めた。しぐれの降る日だった。昼少し前に平三郎が幾之助を詰め所に訪ねてきた。今、国老に呼ばれたのだが、平三郎は座りより早く口早に言い出した。江戸在府中の能登守から使いがあって、将軍家より小笠原流霊法を聞きたいという家名だから、しかるべきものを出布させるよう、自分の考えでは幾之助か平三郎がよかろうと思う、そういう意味の墨付きが来た。それで老臣相談の上、自分に出布するようにと申し付けられたというのであった。ともかく、考える時間をもらってきたが、平三郎は常になく、押し付けるような調子で言った。これは、俺の役ではないと思う。ぜひ、そこもとに出てもらわなければならない。そうお答えするつもりだから頼む。せっかくだが断る。助役方が合議といえば軽くはない。他のことと違って、お家伝統の大事だ。誰の目にも底元だということは動かないだろう。お受けすべきだ。だが俺は、平三郎は畳みかけるようにこう続けた。俺は今、江戸へ行きたくないんだ。
マツコさんとの話もまとめたいし、そんな指示で事態の理由ならなおさらだ。よし、それだけでないにしても、と生之助は脇へ目をやりながら冷ややかに言った。御用はさして長くかかりはしないだろう。二人のうち一人勝山に残るとしたら、それは俺だよ。その言葉には何か意味があるのか？格別な意味はない。ただ何をするにも、底本と俺とは力を合わせなければならない。二人が一緒にいて固く手をつないでやれば、大抵な困難は打開できる。しかし、一人ではいけない。そう言いたかったのだ。平三郎はうなずいた。幾之助が彼を残したくないのは、脇や登録との間にきっと何か起こると察したからだ。確かに平三郎はそのことを考えていた。穏健な幾之助がいては、過断な手段を取りにくい。江戸へ立たせた後、しかるべき機会を作って一挙に登録らを抑えてしまおう。そう心を決めてきたのであった。けれども、幾之助はそれを推察してしまった。そして推察した以上は、動かないことは明白だ。二人一緒に、という言葉を拒むことはできない。平三郎は虚しく、詰め所から出て行った。出立までに数日かかった。小笠原家における霊式作法は伝承の秘事である。縁言は遠く上庵の昔にあった。高倉天皇のお悩み、おもらせたもをおり、信濃の神東光阿孫が紫神殿の庭で名言を務めたところ、めでたく御平意をあって歌唱され、長く王の字を家紋とすべき千字を下された。以来三味総領職として宮中幕府の諸作法を司っているが、それは秘伝として他には決して持ち出さないのである。将軍家の家紋であっても、秘伝とすべき下りは述べられないので、草稿を作るのにはかなり困難が伴った。こうして平三郎の発足が決まったのは、江戸から使者があって5日目のことだった。4. 明日は平三郎が江戸へ立つという、その前夜のことだった。夜食を終えて間もなく、当の平三郎が突然庭から入って幾之助の居間を叩いた。二人だけで話がある。家人には聞かれたくないと言って座った。幾之助は日置の火を書き起こしながら友の目を見た。それは際立って力強い光を帯び、寒い夜道を来たにもかかわらず、頬には赤く血が広がっていた。とうとう脇屋をやった。どうしたんだ。今日お城を下がるとき、二の丸の枡形で突っかけてきた。石垣を曲がる弾みのように見せて、激しく体をぶっつけた。そして言いがかりだ。まさか、王子はしなかったろうな。彼がどんな雑言を吐き散らしたか想像がつくだろう。初めから測ってしたことだ。是は非でも、怒らせずには置かないという態度だった。できるだけ忍ぼうと努めてみたが、明日の御用を控えているのに、そしてつい先日も俺が言ったのに、あの場にいたらそこまでも分かってくれたろう。俺は決して前後を忘れはしなかった。結局どうしようというのだ。つい先刻、登録から決闘状が来た。あさっての明け七つ、長山の丘で立ち会おうという申し込みだ。菅は。平三郎は静かに友の顔を見守った。どうしても避けられない場合だ。頼む。江戸へはやはり底本が行ってくれ。それは断る。考えてみないか、黒沢。決闘となれば相手を切らなければならない。その結果は、自分も切腹だぞ。もちろんだ。
そしてこれは半家将来のために、誰かが必ずしなければならないことだ。誰かが。ああ、平三郎らしい。あまりに平三郎らしい。棒を押さえるに棒を持ってするのは無意と言うべきだ。底元の勝ち気はこんなことにしか役立たないのか。いけない。断じていけない。底元は国言通り江戸へ立つんだ。だが武士と武士との約束はどうする。この上俺に恥辱を重ねるというのか。長山の岡へは俺が行く。底本は恩犬と笑うけれど、恩犬にも一徳のないことはない。登録のことは俺に任せてもらう。底本にはこれが穏やかに収まると信じられるのか。火を消すにも法はいくつかある。やけどに構わず手で揉み消すのも法だ。しかし水を打ちかけて済むのに手を焦がす必要はない。底本が帰るまでには恩犬にけりをつけておこう。あとは引き受けた。安心して行くがよい。大丈夫だろうな。間違いはないだろうな。幾度も念を押した後、なお心を残しながら平三郎はようやく帰っていった。明くる朝、同僚たちと一緒に城下外れまで平三郎を見送った。冬に入った空は目に痛いほど青色に澄み上がり、雲の渡る遠い山並みの中には早くも雪をかぶった峰が眺められた。平三郎は下僕を連れて、まだ溶けやらぬ白氷の張った仮田の間の道をまっすぐに江戸へ向かって去った。幾之助はその日、途上を休み、今にこもって終日何かしていた。昼下も今で食べるというので、松子が膳を運んでいった。彼は今いっぱいに書状や冊子や書き保護を広げ、机に向かってしきりに何か物を書いていた。お片付け物でしたら、私、お手伝いいたしましょう。何、もう済んでしまった。彼は禅の前に来て座った。久しく投げやりにしておいたものだから、この通りだ。後で保護を焼くときに手を貸してもらおうか。食事の済むまで、彼はついに目を上げなかった。午後になって日が傾きかけた頃、彼は書状や保護や古い日記などを庭へ持ち出した。松子が付け木に火を移してきた。裁縫の一隅に穴を掘って、その中で彼は書き保護から焼き始めた。風のないどんよりと曇った日で、屋敷の裏にある雑木林のあたりに、しっきりとつぐみの泣く声が聞こえた。黒沢は江戸から帰ったら、と幾之助は古い日記を引き裂いて火の中へ投げ入れながら静かな温かい調子で言った。帰ったらすぐ正式にあの話を申し込むそうだ。松子は迷いはしないだろうね。はい、我知らず。彼女は片手で胸を押さえた。あれは稀な人間だ。お家のためには決して書くことのできない。やがては勝山藩の中席ともなる人間だ。夫としては言うまでもない。松子はきっと幸せになるよ。でも私、黒沢様の妻として恥ずかしくないものになれますでしょうか。平三郎は松子を愛している。男らしい、聡明な深い愛だ。それがすべてを生かしてくれる。彼の愛を信じていれば、松子は幸せな、良い妻になれるよ。煙がなびいてきたので、彼は目たたきをしながら、席入り、立って脇の方へ位置を移した。ああ、煙。すっかり目に染みてしまった。
5. すべてが灰になってしまうと、彼はその穴を埋めた。マツコは夕げの菜を取るのだと言って、裁縫の方へ回ったが、そこからにわかに声を上げて彼を呼んだ。蘭が咲いたというのである。言ってみるとその通りだった。観覧が一輪、ひっそりと花を咲かせていた。濃い紫色の五弁の花で、結根に近く、鮮やかな種の点がある。今日という日に、そう思いながら、彼は鏡込んだ。囲ってある藁の中は高雅な香りに満ちていた。今日という日に咲いた。目に見えぬ、縁の糸でも繋がれてあるような、悲しい愛着の情に、そそられながら、いつまでも彼は、その花を眺め続けた。その翌朝、まだ暗いうちに、幸之助は家を抜け出して、長山の丘へ向かった。家々の屋根も、道の上も、雪のように白い霜で覆われ、足に従ってサクサクと砕ける音が聞こえた。長山は城下を東へ出外れた、丘陵で、松、杉、奈良などの深い林に包まれているが、後ろに後部台のできた背のところには平らな草地がある。幸之助はそこを目当てにして登っていった。乳白の朝もやが薄く吐いたように枯れ草のしがみついた地表に垂れ、筋をなしてたなびいていた。腰から下をその朝もやに消されて、草地の一隅に脇や登録の姿が見えた。彼に付き添って三人の若侍がいる。幸之助はその様子を眺めながら、静かな足取りで近づいていった。よう、来たな。登録がしゃがれた声でそう言った。黒沢は一緒か。俺一人だ。黒沢は江戸へ立った。逃げたか。登録は引き歪んだあざけりの笑みを浮かべ、ずかずかとこっちへ踏み寄ってきた。それで、つまり貴公は申し上げの使者というわけか。そうではない。黒沢の代わりだ。何？代わりだと？では貴公が俺と果たし合いをするつもりか。その通りだ。幸之助は身支度をしながらうなずいた。黒沢は勝山藩に欠けてはならぬ人間だ。俺は彼と幼少の頃から一緒に成長してきて、彼がどのような人物か誰よりよく知っている。どちらかが死ぬとすれば、彼ではなくてこの俺だ。これは友情ではない。勝山藩百年のためだ。俺は平三郎に果たし状をつけたのだ。貴公との立ち会いは断ると言ったらどうする？そんなことはありえないさ。幸之助はすでに袴の桃立ちを取り、覆い物を脱いでいた。なぜなら、そこもとが承知するしないかに関わらない。俺は脇や登録を切る。とっとっと、こぶさけんで登録は二三軒後ろへ飛び去った。彼の面上には火がついたように闘志が燃え、僧帽がにわかに殺伐な光を放ち出した。こいつは本気だ。こいつは骨がある。よし、相手になってやろう。抜け。幸之助は右足のつま先でトントンと地面を叩き、静かに刀を抜いた。その時、向こうにいた三人の若侍がこっちへ近づいてきた。小笠原家の江戸屋敷は下田屋池の旗にある。平三郎はついて三日休息し、四日目の朝、飯を受けて、城へ登った。そして主君、能登守正信に連れられて、仮の間に入ると、間もなく、屋敷から使い役が追ってきて、勝山から急死のあったことを告げた。急死は、途上中でも中心する定めだった。正信は廊下で死者に会った。10月17日早朝、と使い役は口早に言った。城外、長山の丘におきまして、須川幸之助、脇屋登録の両名、私の遺恨をもって、決闘に及び、幸之助こと登録は打ち果たしましたるゆえ、
その場を去らず自害つかまつったとのお届けにございます。幾之助が声を放ってうめくように和三信が叫んだ。しかし平三郎の驚きは例えようもなかった。必ず穏便に収めてみせる、そういった幾之助の声はまだ耳にある。静かな確信ありげな表情も目に残っている。それにもかかわらず彼は登録を切って自害した。ではやはりあの言葉は俺を安心させるためだったのか。あの時すでにこうする覚悟を決めていたのか。それほどの思慮が俺にはわからなかったのだろうか。平三郎は我知らず拳を膝に突き立てた。その時使い役が会釈してこちらへすり寄った。殿中でははばかりであるが、殿のお許しがござったのでお渡し申す。そういった使い役は服さに包んだ布箱を差し出した。国元からの急死が持参したもので、菅は幾之助より底本への文でござる。平三郎は主君を見た。正信はうなずいた。それで彼は座を滑り、静かに服さを解き広げた。菅の家紋を散らした布箱の蓋を開けると、こもっていた高雅な香りが彼の表を打った。中には一輪の蘭花がしんと収めてあった。